皆さんこんにちは。がマルチプレーヤーの村沢です。ゆるい対談第13回となりました。えこれぐらい来るるとの始まる時にいつも台なんか,か確認しながらしゃべり出さないといけないんですけれども今回も前回に引き続き尺八演奏家で私の師匠の藤原道山先生に来ていただいてますこんにちはこんにちはよろしくお願いしますお願いしますやっぱり2回じゃ収まりませんでしたね <laughs> 全く、まあ、本当ですねな前回なんかお互いの学生時代の思い出ということで、うん、お互いの学生時代の時代そのものがちょっと、えー、違うので、まあ、お互いに情報交換というか思い出話みたいな感じになりましたけれども私がそれで大学院ぐらいからですかねあの、うん、外の 舞台で先生とだんだん一緒に演奏させていただくようになりまして何と言っても何と言ってもというかあの私の博士課程の3学年毎年リサイタルをやらなければいけないっていう試験があったんですが先生にあの3回とも出演いただいたっていうことで本当にその説ありがとうございえいえいこちらこそもう対局ばっかりでしたけどいやーほ本当1年目は新青柳で 2>,、はい、2年目はトールで3年目は西行桜と。 はい、もう本当にね大変でしたよ、はい、もうあれをね <laughs> が学校で演奏するっていうのがすごくねあああの身が引き締まりまりすね<ー> <laughs> そうなんですね <laughs> 先生でも、うんえーうん、そうですよ<う>やっぱりねあのリサイタルのチラシを見た人たちからですねもう何回あの 藤原道山が出るの試験に行って何回言われたことっていう感じですけど私としてはやっぱりね師匠なんでお願いしたいっていうことで何のね自然にお願いしてしまいましたけど、うん、やっぱりあの周りから見るとすごいねすごいという印象だったみたいです。いまあ、というかねなかなかああいう作品をね今取り上げる演奏家っていうのもほとんどいなくなって。うんはい リサイタル特にリサイタルなんかであのやるっていうことが少なくなってる作品ばっかりでしたからね、うん、そうですね、まあ、先生に演奏していただいた曲はあの今挙げた3つはリサイタルの曲目の中で言えばまだメジャーの方っていう感じですもんねそれでもうんそうねうんまあでもね「トール」とか「西行」はなかなか出す人は少ないですよあ そうですか私の基準が麻痺してるんですねやっぱり <laughs> そ<う> <laughs> マニアックなものばっかりそれはね,琴と,のね琴とか三味線との合奏だけど、はい、尺八はね実はねあの高校生ぐらいの時にお願いしてるんだよね舞台で、はい、宮城道ち記念館っていうところでねあそうでした思い出しました、はい、<の>宮城道ちと尺八ですね、はい でそこでね、はいあのー、またマニアックな作品ばっかり集めて<ー>、えー、尺八の検証をしたっていう時に、はいえー、その時、まあんまりギャラ出せないということもありましてですね、はい、なるべく若い人たちにお願いしたいということで、はい、当時まあ高校生だっけ高校生ですね、うん、まあ1617っていう感じですかね。うん、そうだよね、はい、で、さん あそうです、ね、私の同級生の、はいうん、彼女もなんか出てもらった感じそうでしたそうでした懐かしいですはいいやいやもう本当に今考えてみたらそんな高校生とか、まあ、大学生ぐらいの子たちばっかりに、えー、と一緒にですねあのそうでしたねはい、うん、あのその企画演奏してもらいましたけども尺八はそれが最初かなもっとまあ,あのレッスンとかではねあのやっては あの演奏会とか大勢ではあのやってたかもしれないけど、はい、少人数っていうかなそういったのだとあんまりなかったかもしれないそうでしたね。まあ、もちろんあの芸大付属高校にもお琴選考って形で行ってたので尺八で出るっていうことそのものがそれほど多くなかったのでそれが初めてだったと思いますそそうそうでね。 はい、がある時はおこともおはい、はいえー、マルチプレイヤーぶりを発揮していただく <laughs>、はいえー、というかもうすいません経費削減のために <laughs> いろいろといろんなところにもね <laughs>、はい、あの出てもらったりもあのしてましたけどはい。ます、はい、経費削減じゃないですけどやっぱりいろいろな楽器やってると遠くに行く時とか旅費がかかるみたいな時に。うん こう連れてってもらいやすいっていうメリットがあってああ確かにねそれはあるねあ私あの多分この年齢の割には相当な数の海外公演行ってる人なんですけれどもはいはいはい <laughs> 先生とも行きましたよね最近あのインドネシアにはいあの2年前でしょうかはいはいあのインドネシアに結構な人数で行ったんですよねえー、っと日本から僕入れて7人かなはいうん 八以外の方ね、ピアノとか打楽器の方もいらっしゃってその時も私は尺八とお琴とそうそうそう現地のねメン,あのメンバーが3人入ってっていう感じで、はい、やりましたけど、はい、うんなかなかのあれも面白い珍道中というかいやー遠足みたいだったもんねなんかねもうなんかこう言ってはなんですけど皆さんのテンションもね仕事はもちろん演奏はちゃんとしたんですけれども、うん ねワイワイと楽しかったですね本当に移動がね,ね結構あの、ね、あったりしたからね空港からの、はい、あのホテルまで行く間にすごい渋滞があったりとかはいもうインドネシアは渋滞がはいとかねまあ思い出はあるんですけどあの一番印象に残ってるのはねあのムラはね移動中にずっと寝てるんですよ <laughs> そうなんですよね、うん、はいあの気がつくとねあの寝てるんでみん みんなねバスの時にあのー、村澤んの寝顔を一緒に写真を撮るとかっていうのをね <laughs> みんなでやってましたねそういえばそうでしたねなんか後でアルバム見たら僕の知らない写真がいっぱいありましたね私が寝てる <laughs> <laughs> やっぱあの僕新幹線通学長かったんで、うん、の乗り物で寝るっていうことにものすごい慣れててああでパッと大きいんだよねそれでそうなんです、うん ですかね。そうそうそうで、ね、まあ向こうでもねあのうちの尺八もあの吹いてもらったんだけど琴も持って行ってもらってね、はい、お琴も持って行って春の実とか春の実とあと「琥珀の道」という曲を、はい、あの先生のオリジナルというかあの一ノ瀬さんという方の作曲で、はい、先生が昔からよく演奏されてる 初めて確かの時弾いたんですかねああそっかそっかことで弾くのはあの時初めてかな初めてですそっかそうかうんはいはいはい、はい、であの楽譜いただいた時に、うん、最初見た時にあおお琴ものすごい弾くところ少ないんだと思って、うん、パッと見、うん、でよーく見るとものすごい長いアドリブっていう部分があったんですそういうことかみたいなねありましたね あの実はねあのあの作品2002年だったかなあののアルバムなんですけど、はい、に入れた時に、はい、あの、はい、その原曲の方にも琴入れてあるんですよああそうですねはいで実はまあこ初めて言いますけど僕が弾いてるんですあのことはお本人が本人が実は弾いてる本人が弾かれるですはいなんですよだからアドリブ だか,らだからアドリブで良かったんですよね。なっんすね。はい、なるほど。<laughs> 譜面がないっていうね、はいえー。じゃあ先生がおことを弾いた公式の録音唯一それだけかもしれないですね。そうかなえー、っとね。ああとはね実は「日本語で遊ぼう」という番組でもねチラッとだけ弾いてるんですよ、はい <laughs> あ。ちょいちょい弾かれてるんですね。はい、最近ねあと舞台音楽で どうしてもみんな捕まらなくて。うん、あと時間がもう間に合わないっていう時に、うん、仕方なく、私が弾くっていうのはあったりはしますけどね。<laughs> ピンチヒッターはい。まあ、そう思って聞くとまた違った感じになりますね。<laughs> その2つの音源はこ <laughs> うでインドネシアはすごい。演奏会自体も長かったんですけど。うん ななんんかああのあれなんですよ休憩するとお客さんが逃げちゃうからって言ってぶっっ通しだったんですよねそうそうそう<か>基本的にはもう休憩しないでワンステージでっていう感じでやったんですよね、うん、だからこ、うん、っちからすると疲れないのかなと思っちゃうんですけどねうんいやもう皆さんでもすごく喜んでくれてたしなんか盛り上がる感じが全然違うなあって思ってそうでしたね、うん なんかあの欧米だとすごいあのラテン系のノリっていうのは想像つくんですけど、うん、インドネシアってどうなんだろうと思ったんですけどねノリノリでしたね、うん、本当にいやそれはねすごくあ,のありがたかったしまたお客様に乗せられた部分もあったような気がするし、ね、またあの現地の3人のミュージシャンがいい方でしたね本当にね、ええ、いまだにフェイスブックとかねインスタとかいいねが入ってたりするんだよね <laughs> そう私らも時々入ってますなんかあの最後もう公演が全部終わって、うん、私たちが日本に帰るっていうのは割と朝早くに、うん、そのバスで空港まで行かなきゃいけないっていう時に、うん、その3人がわざわざホテルまで見送りに来てくれたっていうのが。えー なんかものすごい印象的で。すっごく印象に残ってますね。感動しましたね。<う>私本当に涙がこぼれる直前まで行って、流れなかったんですけど。<laughs> <laughs> 流れなかったか。感動しましたね。本当に。うん、いや、あのー、今までね、その海外。 のまあ、コーディネートしてくれた方が「あのうん、初めて」って言われたあそういうことがあったのがうん、うん、終わったらもう大体、まあ、打ち上げとかしても「さよなら」が多いんだけどこんな風に帰る時にあのわざわざホテルまでみんなそれも3人揃って来てくれたっていうのはねあの3人とも全然別なとこから来てる人たちだったんだけど、うんうん、そうなんですよね、うん、そうそうそう いやそれはすごくねもうすごくいい人たちだなと思ったし、うん、一緒にやっぱりやってても楽しかったしね楽しかったですね本当に、うん、演奏も素晴らしかったしあの、うん、ギタリストのジョエルって方が初めてやる曲ばっかりのはずなのに1曲も楽を見ないといとうねすごいねあのまあそういう演奏スタイルなんだなと思いましたけどね、うん、こう楽を見ない方がうまくいくっていう、うん、いやそれにしてもすごいなと思いましたねうん 結構あの移動時間がやっぱり長かったりあのジャカルタとジョグジャカルタと2都市行ったのでまあ、もちろんその都市間の移動もそうですし、はい、まあその都市の中のバスでの移動っていうのもあったりして結構その僕現地のミュージシャンともいろんなお話させてもらったんですけどうん、うん、結構あの興味持ってくれてるんだなっていう感じでしたねあのみんな全員名前が登山流なので何山じゃないですか。ははははいいいい なんでみんなザンなのみたいな話とか、<laughs> あやっぱそこ気になるんだみたいな <laughs> あ。あのねロシアの人がなんとかニノフとかあのフスキーとか付くみたいな、うん、そういうあのうなんとなく、えー、どこ系の名前だねっていうのがもしかしたら向こうの人とからずっとあったかもしれない、ねうん、うん、ですね。 やっぱり噂には聞いてましたけどインドネシア人って英語堪能な人多いですよね割とコミュニケーション苦労しなくてすごい楽しかったですね。あ,あの打楽器のダルマンとかも 演奏会が基本あの伸びるっていうか遅くなるじゃないですか始まるのがなぜか。というかねあの、はい、ちゃんと始まんないちゃんと終わらないっていうかそうなんですよねででトラブルがいろいろ起きるっていうのがねありましたね機材が届かないとか、はいはい、もうで <laughs> 音響さん全然もう待ちぼうけみたいなでなんだこれだったら次の日でよかったじゃん徹夜だよみたいなことになったりとか。うん あのせ,せっかくリハで設定したのが全部なくなってるとかね一番最後の,あのジョグジャカルタのフェスに出演した時ですよね。音響さんがいざ 宅の前に来たら全てがリセットされてるというよ <laughs> りも恐ろしい物語が <laughs> ありましたねあれそもそもあの仕込みの段階からの転がしの転がし、うん、あの業界用語になっちゃいますけどあのモニター用のスピーカーとかもボロッボロなんですよね本当にこれ動くのかなみたいな機材でそうそれで池の前での演奏だったしねそうなんですよ湿気とかも <laughs>、うん、でその確かそのフェスが一番遅れたんですよ演奏会始まるのがもう,もう1時間以上 遅れて、んかそういう時間とかにまあいろいろそういう逆にお話がいろいろできて楽しかったですね。ななんんか博士課程ってどこと勉強してるのとかあなるほどね。これ日本語で日本人に説明しても分かってもらえない内容をどうやって説明したらいいか。ああ、確かにね。しましたけど論文書いてとかってそういう話だよね。そうですね。 その年で白紙号なんててすごいねとか言われたりして、うん、日本だとあんまり言われないんですごい覚えてます <laughs> 嬉しかった <laughs> そっかそっか、うん、あの僕のいない間にいろんな話してたんだねそうなんです実はうんうんうんそっかそうかまあそれもあってねお別れは本当に悲しかったですけどああ<ー>でまあ今ねフェイスブックでつながってるし、うん、うんうんうんまああとねよく飲んだね <laughs> 飲みましたね、あのー、なんか食事に でまあ、飲んだけどさらにへ、はい、あの僕の部屋にみんな来て集まって、えー、居酒屋銅山とか言って基本的にあの先生の部屋がたまり場になるという飲まなかった日はないですか、ね、そうですねで、うん、あのインドネシアってねお酒を売ってるとこからあんまりないんだよねそうなんですよねイスラム教国であんまり酒がね、うん、こううん 日本ほどは広がってないといとうまあ売ってなくはないんですけどね、うん、でも売ってるとこが限られていて時間もなんか決まってたりするから、はいうん、でそこでもう買い出しをしてですね、うん、買いだめてもうへあの部屋に <laughs> もうあの昼間のうちに行って部屋の冷蔵庫にしまっておいてっていうようなことをしてましたよねしましたあの 1>,、はい、1年目のジャカルタで一晩だけアルコール難民になった時があってうん 酒がないどこにも売ってないって言って飲めなかった日が一晩だけあったんです確かああんか,夜どっか一人でなんか歩いてて行ったたりしよそれはあのまたアルコールナミンとは別の日なんですけど最後の次の日にジョグジャカルタに移動するっていう日に一人でコンビニに行ったついでにあ,のあんまりこの辺はそんなに危なくないって言われてたんで結構忙しかったじゃないですか。 だから全然その街とかも見てなかったんで最後にその辺だけちょっと一周散歩してあのホテルに帰ってこようと思ってと言ってもまあビル街なんでね何にも見るとこなかったんですけどそろそろ帰るかと思ってるうちにものすごいお腹が痛くなってね帰ってこれなくなるというあれ <laughs> もどうなる、まあちょっとね、詳しくはやめ確かそれで2年目のジョグジャカルタのホテルが <laughs>、うん。 五つ星のめちゃくちゃゃくいいホテルだったんですよねそうでプールがあったんだよねそうなんですで理由を聞いたらそれよりランクの低いホテル取ろうと思ってたところが空いてなかったということであそうそう何かうあの大きなイベントがあって取れなくなって仕方なくそこになったらしいんだけど仕方なく5つ星と、えー、いや,やっぱり先生持ってるなと思いましたねその <laughs> <laughs> おかげさまで、あのいい思いさせて、えー、その時は、ね。僕らは本当にいい思いをさせていただきました。いや、楽しかったですよ。で、あの時も、なんか歩いて、あの店を探して。そうでしたね。時も、なんかい、いろいろと食べて飲んだ覚え、がありますね。<laughs> あのジョグジャカルタは、あの。 ジャカルタビル街でしたけどなんか結構ね日本でいう京都みたいな観光地で夜遅くまで飲める居酒屋とかもあったんですよね、うん、ホテルの近くに、うん、そう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 まあそういうとこでね本当何しに来たんだと今思い返せばあれかもしれないですけども <laughs> いやちゃんと演奏はしましたよね <laughs> あいやもう,もう、ね、演奏はちゃんとしましたからでも楽しかったですね本当にいろんな観光地ちょっと一箇所だけ回らせてもらったりとかねあボルブドゥール行きましたねそう行きましたね はい、あれも素晴らしかったでですすけどね素晴らしかったです、はい、ただあのガイドの方の,あの日本人じゃないんですけど日本語でガイドしてくれるっていう方がついてましてその方の日本語がギリギリだったんですよね <laughs> 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 分かるか分かんないかギリギリのラインっていうガイドで全然下手で分かんなかったら聞き流せるんですけど微妙に聞こえてくるっていうのが分かるっていうのねちょっと絶妙なストレスを感じる感じの <laughs>。 <laughs> でしたね、いやしゃべってると出てきますねいろいろ思い,思い出がね思い出しますよね。<laughs> えー、いやで本当にあのインドネシア旅行は一生の思い出に残る旅になったとね思ってるんですけど、はい、あのそれ以外にも割とあの国内でね先生と一緒させていただく機会が特にここ数年ものすごい私としては増えまして、はい、あれですよねあのいつも 今日の対談でも僕何回楽しかったって言ってるかわかんないんですけど本当にね毎回飲みありのというか <laughs> <laughs> 楽しいんですよね特にまた熊本でねコンサートがあった時に、はい、その時はまずねプレで1回あの行ったりしてでリハーサルをしたんですよもう現地でね。 あそうでしたたね私、うん、行けなかったそうそうそ,うその時は行けなかったんだけど、うん、あのその後にあのに本番の前もちょっとあの早めに入ってですね皆さん入ってくれたりとかっていうことを、うんうん、して、はい、でその時もやっぱりないろいろな、はい、<laughs> お食事がありましたし <laughs>、はい、ありましたで、うん、私その事前の合宿は確か行けなかったんですけどうん、うん、本番は2泊3日でフルで参加させていただいてうん、うん、3日間あって。 リハーサル2日間最後の日が本番だったんですけどうん、うん、その真ん中のリハーサルの日に先生が別の用事でいらっしゃらなかったんですよね確かす。その時ねあの宝塚市の方でちょっとコンサートがあって一回ですねあの初日のコンサートが終わって。 最終のあれは新幹線だったかな飛行機だったかちょっと忘れちゃったんだけど、うん、で,あでももしかしたら新幹線だったあ新幹線だ、うん、もう飛行機ないから新幹線で行ったんだ、はい、で、はいえー、もう夜遅く本当にもう12時過ぎにあの向こうに着いてそしたらまあメンバーがまだあの食事してるまだから着なよって言われてそこから食事をしてですね、うん であの翌日コンサートがあってコンサート終わってまた熊本に戻るというね、うん、<laughs> もうすごいスケジュールですねだからあの先生が一晩いらっしゃらなかったわけなんですけど、うん、あのその間もばっちり弟子だけで飲んでましたんで <laughs> <laughs> 店を探すところからね盛り上がりましたけど、ねはいはい、うん,うん,うん、うん、熊本はご飯美味しいですよね本当にそう何食べても美味しかったですねでお酒も美味しかったですし、うん でねまあ、今回あの熊本でやった時は、えーまあ、僕が作った曲ももちろんやってもらったりとかしたんですけど最後に大島みちるさんのねあの新作の作品をやってもらって、はいはい、琴と尺、えー、八と太鼓とあとストリングスだったりね終局としてね、はいえー、やってく、はい、もらったりもしましたねあの時は尺八でしたけどね。はい、あの太鼓を打っっってもらたたのがあのが地元の高校生たちで、うん、なんかやっぱり あの世代がああやって一心になって一つの音楽やってる姿ってなんか感動しましたね本当に、うん、なんか自分が忘れてるものを <laughs> 思い出すような <laughs> 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 本当にあの時は感じがしましたあ<ー>であの高校生の皆さんは、うん 対抗を学校に返してそれから解散しなきゃいけないので、うん、もう自分たちの出番が終わったらすぐさよならだったんですよねお互いこう終わった後お疲れっていうかそういうのができなくてなんですけどそのどっかの隙間の時間で、うん、確かこれ道山先生いらっしゃらなかったんですけど、うん、あのそういうことなのでぜひ一緒に記念写真を撮りたいっていう話になってそうだだったんだ、はい、で私たちメンプーが区林のメンバーだけで高校生の楽屋に行って。うん 一緒に写真撮ったり、まあ一言二言喋ったりしたんですけど彼たちも今すっかり大人になってると思いますけどん、うん、あでも2年ぐらいですかねそうね。あなん,かそんなこともありあもうそうでしたね。はい、大学生ぐらいにはなってると思いますけどあの時の演奏はねすごく今でもやっぱり耳に残ってますよね。ね忘れられらないですよね。ね、うん、本当に、ね、あの、 ステージもそれ以外も楽しい公演が多くて、はい、また今後も、まあ、今こんな世の中になりましたけれども、はい、ぜひともね、あのー、2人でもね、あのー、ちょくちょくあちこちで演奏する機会もあってね去年おととしと仙台のね千倉っていうのにあの2人で出たその時も、あのー、村紫には琴を弾いてもらって。はい 線引いてもらってでアンコールで尺八吹いてもらってっていうねトライアスロンはい、はい、や,やってもらったりしましたけど <laughs> はい、はい、また今年もねぜひあ,のあちこちであのできるように願ってですね、はいえー、今はちょっと鹿児島の方で計画をしてますからそれまでにあのなんとかあのいい結果があのになっていければいい状況になっていければなというふうには思ってるのででそ、はい、そうなんですあのそれで。 あの私最近そういう風に先生と2人でっていう舞台も増えてきたので、まあ、それを機に勉強した曲っていうのもいくつかありまして澤井太郎先生の上弦の曲とか三味線とシャカチの「名曲」とかですね割と私そ,のそういった現代作品 あんまり縁がなかったので、うん、その先生との共演をきっかけに勉強した曲っていうのもたくさんあるんですけどなのでそこら辺の,あのメジャーシリーズが全部初共演藤原道山というね非常に贅沢な<あ>立場ではあるんですけども。いやなんかレコーディングしとけばよかったなと思うんで <laughs> あの今後またね是非ともまたちゃんとした音として残しておきたいですねそうですね。 まあ、そういうことをしておいた方がいい何があるかわからないっていうのは今回よく分かりましたからね。うん、本当というわけでえまたね演奏活動が再開しましたら是非よろしくお願いしますということで、はい、やっぱり長くなりましたけれども、はい、というわけで藤原道山先生との緩い対談は、えー、この3回をもちまして一旦終了ということにさせていただきたいと思いますが、はい、先生また是非機会があったらよろしくお願いします。はい こちらこそです。話足りない感じがしましたので、うんまだまだ、はい、あのまだまだはいありますね。これははいあります <laughs> ので、機会がありましたらお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、ではえー、本日もゲストは私の師匠尺八演奏家の藤原道山先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。